川島市民サービスセンターは、岐阜県各務原市にある、各務原市が運営する公共施設。2016年3月22日竣工。各務原市川島地区の市民サービスの拠点である。各務原市消防本部西部方面消防署、川島文署を併設する。また、同じ敷地内には、各務原警察署、川島駐在所がある。かつて、 川島市民サービスセンターは、旧川島町役場春工消防署併設を使用していたが、老朽化と耐震性の問題があった。そのため、同じく老朽化した川島駐在所春工とともに新築、移転した。庁舎の中心には、ギャラリー等に使用できる、にぎわい、ロビーを設置。業務は、住所変更、戸籍などの各種届出、住民票、 民間証明などの発行、抗菌の収納などを行っている。西部方面消防署、川島文書には非常用発電装置、耐震性防火水槽が設置されている。もともと、この場所は、旧、川島町が設置した、憩いの森という森林公園の一部であった。川島市民サービスセンターの新築の際起は、 伐採されることになったが、桜の木は残された。ここでは、川島地区の役所についても記述する。広報、かかみがは268かかみが市、立川島中学校の南岐阜県道114号一の宮やかかみが線沿いに、存在した西洋寺の敷地の一部を借用。現在は、川島保育園、幼稚園駐車場の一部。現在は、 川島小学校の敷地の一部。跡地は川島中学校の物質圏体育倉庫、岐阜バス、川島小学校前バス停、駐車場などとなっている。ありがとうございます。